Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今弾きましたのはショパンのプレリュード前奏曲作品 28-15 雨だれのプレリュードの前半部分です。それではよろしくお願いいたします。ちょっと投稿がねちょっと前後するんですけど、衆院選の感想を車の中からお話しさせていただきました。今日はですね、もうねこういう話ね、もちろん感情的になることもあるけど、冷静にね話していきたいと思っています。数日前から外苑前の木の伐採が始まったっていうことなんですけど、なんか要するにいろんなことがありすぎて、なんとなくその問題がこううやむやになってしまってあれ始まっちゃったっていう感じがするんですね。私の、尊敬する坂本龍一さんがすごくそれを反対されていて、で亡くなってしまわれましたけれども、でそれを引き継いだんですね。サザンオールスターズが引き継いでたんですね。それで伐採の、本数が減ったんだそうです。始まっちゃったけどね、始まっちゃったけど減ったんですって。それでだけどいろんなことがあって1年経ってなんとなくそのみんなの怒りが収まっちゃったよねみたいな話になっているみたいです。で、先日始まってしまったということなんですけど、私たちって本当に何も知らされてない。法令に従って必要な説明はしたと、どこだっけ、伊藤忠だったかどこかちょっと忘れました。今回のそのやっているところがね、説明していましたけど、そのデモをする人たちに対してだったかな、なんか説明してたんですけど、まあ、確かにあったのかもしれないけど知らないですよね。でいつの間にか始まっちゃってますよね。すごく大事なことなのに。で、私ね最近、10月以降人混みに行くのはもう極力避けていますので、仕事以外はね。で、時間ができたらもう新しい相棒の車にパッと乗って、安全なこうウォーキングができる場所をいくつか見つけましたので、そういうところに行ってこう一生懸命歩いて体をね、ちょっとこう鍛えるというか、まあしてるんですけど、まあちょっと郊外を走ると日本ってまだまだもう豊かな自然があるけれど、街の中の都会の中の木っていうのはすごく大事なものなんですよね。で神宮の木は確か人工的に一生懸命植えたものですよね。それをその災害であるとか明らかなるその何かの障害になるとかでもないのに、どういう権限でもって切るっていう話になるのか、
もちろん再開発の、ね、ためとか、あとイチョウ並木は保存されると聞いてますけど、でもそれはイチョウ並木、イチョウが年を取ってきてから来たから、それはもちろんあるでしょう、あるけれども、本当に私たちはそういうすごく大事なことを知ろうとしてないというより、まあテレビではまず言わないからね、で知らないし、説明はしましたよということで始められてしまう。で都知事選のことってうやむやになっちゃいましたよね、今回のその衆院選のことで、昨日少しお話ししたけれど、結局裏金議員の方でも通っちゃった人いるからね。裏金って脱税ですからね。裏金は脱税ですからね。それが許されるっていうことは、政治家だから許されるということは絶対にないです。はい、もう一回言いますね。100円のコーヒー取って捕まる方もあるので、何千万を、税金を払わずにもらうというのはありえません。まして政治家の給料は税金から払われているわけですし、何を寝ぼけたことを言っているのかと思います。石破さんって麻生さんと安倍さんに責任を取って辞めなさいって言いに行った人なんですってね。なのに今回は辞めないって言ってるんですって。ちょっと私はその、権力を持った側になった人が2点3点、なんか石破さんってね、一番厳しいことをはっきりおっしゃる方だったから人気があったのに、総理になった途端に全言撤回っていうのを目標にしてらっしゃるぐらい全部撤回してらっしゃいますよね。でご自分がやってきたことを否定するのかな、今回やめないって言ってますよね。なんかなんだろうこれって、って思っちゃいました。はい、今日はね、でも私が今一番気になってるのは、今日お話ししたかったのは外苑前の木の伐採です。町の中の木はすごく重要なので、よっぽどのその病気になって切り倒さなければならないとかね、それから通行の障害になってるとか、そのどうしてもそのここを切らないと何か支障があるとかでない限り、私は切るべきではないと思っていて、名古屋の栄っていうところにね、やっぱり、ロサンゼルス広場っていって、こう、栄の駅からその市役所っていう、私の高校、母校の明和高校がある市役所、今は名古屋城っていうんですけど、そこまで行くその道に、やっぱりすごい並木じゃなくてね、巨木が茂ってたので、それはね切り倒されて、今非常に見通しのいいその噴水になって、名古屋テレビ塔がね見えるようになったんだけど、あれは理由があってね、その巨木の陰で麻薬の密売が行われて、もう取り締まりようがないっていうのが一つと、もう一つはね、結構治安が悪くて、女の人一人で歩くの怖いぐらいの茂り具合だったんですね、夜になるとね。だからあれは私は仕方がなかったかなと思ってるんです。ただし外苑前みたいになってなくて、その札幌と一緒でね、こう非常に碁盤の目みたいになってて、こうその両側だったんで、その要するに反対側の道も完全に見渡せないみたいな感じで、通行、道路交通的にも非常に問題だったから、あれは私は良かったんじゃないかと思ってるんですけど、今回の伐採に関しては大変疑問に思っています。坂本龍一さんがおっしゃったことをサザンが言って、そして、伐採の本数が減ったっていうのを聞いて、少しそこに希望を見出しました。いつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。今日ね、もし初めて聞いてくださった方、奇跡的に私のチャンネルを見つけてくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価もどうぞお願いいたします。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching. 最後までご視聴ありがとうございました。